はいどうも、ショイテビです。はい、本日はですね、栃木県に来ております。今回は BB パートナー宇都宮コマニュードーム店に来ております。バッティングセンターがあります。ゼビオグループが運営をしているバッティングセンターだけでなく、室内練習場やショップなどありますので、そちらを紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。では中に入っていきます。中に入っていきまして、目の前に時間貸出しエリアがあります。でこちらは室内練習場となってまして、こちらで練習をできるスペースがあります。お値段なんですが30分2000円からとなってまして、マシン貸し出し無料、 L 字ネット、 T ネット完備となってまして、いやとてもお安いんではないかなと思います。僕が知ってる室内練習場ではね、1時間1万円とか、そこそこ行くところが結構あると思うので、それに関しては結構安いかなと思います。室内練習場の目の前にありますのが T シャツコーナーですね。ここ一面なんですけど、はい、こちら見てください。野球シーズン到来ということで、初心者向けだったり、新入部員応援グッズだったり、野球を始める子たちのもの、バッティング手袋など、ユニフォームなどあります。バットだったりグローブだったりで、グローブも新品ですが、はい、こちら特価になってますね。39,980円と、こちらグローバルエリートね、ブルーラインのこれお安くなっております。こちらのコーナー商品合計1万円以上お買い上げで、メダル5枚プレゼントで、このメダル5枚プレゼントっていうのが、はい、こちらバッティングセンターなんですよね。はい、でバッティングセンターのメダルが5枚いただけるということで、ぜひとも購入してみていかがでしょうか。このバッティングゾーンですね、硬式と軟式が打てるということで、軟式ですね。はい、こちら硬式と軟式が打てるということで、はい、軟式150キロあります。はい、で硬式はというと、この5番は120キロなんですけど、こちらの6番を見てもらうと130キロがあります。はい、なんで硬式は130キロ、軟式は150キロまであるということで、はい、でバッティングセンターのところにたくさんの T シャツなど、はい、販売されてます。でこちら行きますと、ボール、プロテクターなど、はい、これ必要なものですね。必要なものが、はい、販売されております。初心者の方向けにこういう風に説明がされてます。なんてこれは丁寧なお店なんでしょうか。でこちらのバッティングセンターのコーナーの後ろに行きますと、はい、こちらバッティング手袋がたくさん売られております。でまあ嬉しいんですけど、高校野球対応のバッティンググローブということで、コーナーがこれまとまっております。そしてバッティンググローブ試着も可能ということで、でそれだけではなく、まあ上見てもらうと分かるんですけど、破れたバッティ1組、はい、BB パートナーで新しく購入する場合500円で下取りをしてくれるということで、もうなんと優しいお店なんでしょうか。なかなかないと思うんで、ちょっとびっくりしました本当に。はい、でこちら見てもらうと、草野球社会人対応バッティンググローブということで、スタッフの黒内スタッフさん、はい、バッティンググローブゴールドステージがおすすめということで、非常にね人気のモデルがたくさんありますんで、で下行きますと、こちら高橋スタッフさんはバッティンググローブパワーアークラインが、はい、こちらおすすめということで、グラブオイルメンテナンス系ですねと、少年野球の対応バッティング手袋が販売されております。はい、なので高校野球とか学生野球対応のバッティング手袋、少年野球対応、草野球社会人、はい、全てこちらで揃ってるということで、こちらで購入をして実際にバッティングセンターで打ってどんな感じかっていうのを確かめられるからいいかなと思います。はい、でこちら見てもらうと分かるんですけども、シダ用のバットが置いてあります。そしてですね、まあ、バッティングセンターだったり、まあ、中古もの結構あるんですけども、まあ中古のものは後でご紹介します。でこちらシダ用のバットがあるんですよ。はい、まあ普通のバッティングセンターはあまりこういうね、実際に試合で使ってるバットって
あまりお店にこう置いて手段使っていいよっていうのがないと思うんですけど、こういうバットを実際試せるんですけど、まあちょっとルールがありまして、はい、この BB パートナーさんスタンプカードっていうのがあります。こちらを発行してこちらを出して、シダバットを交換して打つということで、その一つのバットにつき2回までシダをすることができます。で3回目したいなと思ったけど、それはちょっと変えてもらって、バットをそのバットに変えて打つってことで、まあ、バット自身のこの劣化というか、そういうのもちょっと考えていらっしゃるのかなと思います。はい、そしてこちらの BB パートナーさんなんですけども、なんとバットやグローブを売ったり買ったりできるということで、こちらにある商品実は中古なんですよね。で下にはね新品もありますけど、中古品が結構あります。はい、見てもらうと、水のプロ内野手用が14,980円と、でハイゴールド公式用ですね19,980円、三つ葉タイガだったり、アシックスゴールドステージのグローブだったり、 SSK で、はい、水野、これは Z 千賀選手モデルかな、ちょっと両平に聞かなきゃ分かんないですけど、一応千賀カラーって書いてますね。はい、だったり、はい、こちら Z ありますね。原田もあります。原田も中古ということで、非常にたくさん中古品があります。そんなので気になったのがこちらの中古軟式ですけど、2020年限定カラーで36,980円。はい、こちらこれ確か流行ったっていうか人気でしたよね。でこれ下行くと、びっくりびっくり、消費税今ねプレゼント企画やってます。この原田モデルがなんと16,980円ということで、これ結構これかちょっと入れてみようかな。うわこれいいわ。これね即戦力、速攻使います。でこちら三つ葉タイガーも、なんか牙の色ってなんか黄色だった気がするんですけど、はい、まあ、黒とかもあったと思うんですけど、こういう色はですね、すごいたくさんあります本当に。で新品も販売されてます。でこちら見てもらうと、中古、はい、こういう風にね、はい、片付けもしますよというところで、そしてこちら公式バットだったり軟式バットなんですけど、こちらも中古品が販売されております。はい、ちゃんとですね、はい、こういう風に書いてますね。はい、リフレッシュして綺麗にした状態で販売してますということで、はい、V コング公式でしたら V コングだったりね、 Z のバットだったり、まあいろいろあるんですよ。で、はい、軟式の人、軟式、はい、こちら、あ、レガシーじゃないですか、これレガシー45,980円で販売されてます。これ翔平 TV がね使ってるのも同じバットですね。いや今日めちゃめちゃ打ったんで、でこちらまたレガシーがあるんですよ。トップ同じですね。2本販売されております。はい、投手泣かせのスーパーバット、はい、これバルカンですね。バルカンのバット、はい、グリップです。1個前のギガキング02の84センチが、売っております。これカラーが新しいですね。はい、で自分のね好きなグリップテープにしたい方はこういう風にたくさん販売されております。はい、バルカンね、バルカンすごい耐久性がいいって聞きます。僕もあの昔ね金と黒の色にしましたんで。はい、というわけで本日は BB パートナーさん、非常にね楽しいですよ。あのバッティングセンターだけでなく、バッティングセンターショップ、さまざま室内練習など、たくさんありますんで、栃木の方に来られた際はぜひとも足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではどうしよう。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK、 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今
並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、はい、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.